順調に得点を重ねていくということにもなりましたが、この三好選手と篠崎選手のこのマッチアップ、はい、1対1ありましたね。これはもう本当真剣勝負、まあ、ここをコート上に、ね、話し合って実際に、ね、プレーを繰り広げていましたけれども、ここは貴重でしたね。いや最後の最後まで素晴らしかった、やってやり返して、最後ここを見れたのはすごく良かった。The Japan W League All-Star Match between Team Harajuku and Team ShibuyaHas served as a farewell game for two players. Mio Shinozaki from Fujitsu Red Wave and Naho Miyoshi from Toyota Antelopes has recently announced their retirement from basketball. The All-Star game was the last match for them. The matchup between the two players dazzled spectators, and their last battle was enjoying to watch. After the game, Miyoshi won the MVP award.And Shinozaki was awarded the most impressive player. Shibuya はシャンソンから宇沢純ヘッドコーチとなっています。ゲームもそうですけれども、選手たちのパフォーマンス、選手たちの表情もしっかりと見ていただきたいですね。そうですね。普段ね、笑顔でなかなかね、こうゲーム中だと出てこないんですけれども、今日も本当にみんな笑顔が楽しそうなので、はい、この空気感にね、私たちも入っていきながら楽しんで。そうですね、さあいよいよオールスターゲームがキックオフとなります。チーム渋谷対チーム原宿、またこのユニフォームも可愛いですね。可愛いですよね。ピンクのユニフォームと、お宮崎選手と三好選手ですね。ここ2人仲いいですけどねさあ今ゲームが始まりました。画面右から左に攻めます。こちら黄色のユニフォームがチーム原宿。おお、ここは1本目から篠崎選手がスティールから得点。持ち味を出してきましたね。高くて本当に来シーズンなんかも期待大ですね。楽しみですよ ねちょっと押しましたけど三好選手どうしても決めたい三好、たいどうしても止めたい宮崎顔でディフェンスしてますからね。そう決まった宮崎の顔に負けず、三好がスリーポイントを決めました。宮崎です。ナイスラン、走り込んでよく決めました。決めましたね。このカッティングですよね。うまいですね。今回どうなんでしょうね。緊張してるのか楽しい。あ、なんかある。何ですかこれ。ストッキング？ちょっとなんですけれど。苦しい苦しい。ね。これはちょっとね。これは伝説。伝説になりますよ、うん。なかなか見られないですからね。見られない。何何何。あ、これは篠崎選手勝利ということでいいんですかね。この中にも勝負があったんですね。なるほど。ベンチに戻っても勝負があるという、最後に分かりましたねあ、これ引っ張って勝つゲームなんだな。かなりストイックなベンチですけれど、はい、篠崎選手の勝利となりましたね。見たいですね。そうですね、これもみんな篠崎選手に回してます、回してますね。ここはインサイド長岡がついていますが、篠崎と決めました。はい、そうですね、試合では見られない選手たちの表情もご覧いただきつつとありましたが、この篠崎つながった場面がありましたね。これはもう宮崎選手の顔ディフェンスがありました。三好選手がね、はい、スリーを決めました。いろんなプレーが詰まった前半となりました。はい、エブリン三好のスリー行きましたね。これチームここはみんなで掴んだ三好の逆サイド、長岡もいますが、あれだだだ割っていきましたけど、割っていきましたね。三好スリーポイント、これは大きい、これは大きいですね。ついに2点差、そして三好はこのクォーターで2本スリーポイント、ポロッと、ね、出ちゃいます、出ちゃいますんで。さあ東堂、三好、あー決まりました。いや、みんなの優しさがね、沈めました。そしてこの三好のスリーポイント、いやナイスシュートです。しっかりと決めます。
少し乱れました。マラジックボール。どう来るかな。おお、スリーポイント。ベンチもこの盛り上がりです。はい。おお、来るか、来るか。いや、それにしてもこの時間帯しっかりと三好、そして篠崎とスリーポイントシュート決めましたね。決めましたね。ないけどこのシュートですよ。決め切るっていうのはやっぱさすがですよね。これは篠崎のスリーポイントです。はい。いや、でもこれ会場はこうなのでフリースローですね。そうですね。煽ってますね。煽ってますね、お互い声で誘導しながら、はい、ただ原宿もね、簡単にはね、いや、そうです、やらせませんので、もう1本作ってきますよ。7点リード。わー、三好と篠崎、このマッチアップ面白い。1対1、三好、三好はこれで20点です。いったー、篠崎が入りました。いやー、このプレーをね、何度見たでしょうか。わー、すごい、会場盛り上がって。さあ、これでゲーム終了となります。オーバータイムまでもつれ込みました。このオールスターゲーム92対86、チーム原宿が勝利ということになりました。いや、中川さん、原宿12番三好菜穂選手、MVP に輝きました三好選手には、株式会社ブロンコビリー代表取締役社長竹内勝弘様より、ステーキハウスブロンコビリーで楽しめるステーキ&魚沼産コシヒカリの大かまどご飯&サラダバーのセット100名様分と、店舗でも提供しております魚沼産コシヒカリ10キロが贈呈されます。三好選手、本日の活躍は20得点、5リバウンド、4アシスト、2スティールの大活躍でございました。竹内様、ありがとうございました。また、副賞といたしまして、株式会社オンザコート様より、オンザコート製品一式、株式会社空の色様より、ミシュラン掲載麹町空の色各店舗厳選セットが贈られます。それではインタビューをお願いいたします。それでは代々木第二体育館にお集まりのダブルリーグファンの皆さん、お待たせしました。 MVP の三好菜穂選手にお話を伺います。おめでとうございました。ありがとうございました。まあ、三好さんのティップオフから始まりましたが、最後持ってきましたね。そうですね、本当にチームメイトがみんなシュートを打っていいとボールを託してくれたので、たくさん打つことができました。ただ最後オーバータイムにもつれ込む時のあのプレーはちょっと締まったという表情もありましたね。そうですね、ちょっとあそこで勝ちたかったので締まったと思ったんですけど、こうオーバータイムでまたさらに5分皆さんの前でプレーすることができてよかったなと思っています。そして同じく今シーズンで引退を表明している篠崎選手のワンオンワン、いかがでした最後。いや、すごく楽しかったです。最後本気で1対1をしようってなって、本当今までずっと一緒にライバルチームとして戦ってきた選手だったので、最後本当1対1ができて幸せでした。シーズンでもチームは優勝しましたし、個人タイトルも取りました。そして本当にこれが現役生活の最後の最後で MVP、どんな現役生活でした？いや、もうこんなにいい思いをしていいのかというぐらい最高でした。もうこう最後にこう光栄な賞をいただけて本当に幸せです。本当に長い間たくさんの方に応援していただいてここまでやってこれました。本当に応援ありがとうございました。
最後にいいですか。最高のバスケット人生でした。ありがとうございました。おめでとうございました。三好直選手でした。それでは続きまして、失礼いたしました、11番篠崎美穂選手です。篠崎選手は本日11得点2リバウンド6アシスト1スティールと大活躍でございました。 MIP に輝きました篠崎選手には、株式会社ブロンコビリー代表取締役社長竹市勝弘様より、ステーキハウスブロンコビリーで楽しめるステーキセット50名様分と、魚沼産コシヒカリ10キロが贈呈されます。竹市様、ありがとうございました。また副賞といたしまして、株式会社空の色様よりミシュラン掲載麹町空の色各店舗厳選セットが贈られます。それではインタビューをお願いいたします。それでは見事 MIP に輝きました篠崎美穂選手です。おめでとうございました。ありがとうございます。篠崎選手にとっても本当にこれが最後のプレーとなる今日一日でしたが、どんな気持ちで今日一日を迎えてどんなプレーしましたか。そうですね、本当に最後なんだなっていう実感を持ちながら、最高な仲間たちと一緒にプレーすることができて本当に楽しかったです。まあ、三好さんからも最後はワンオンワンするんだという話が出ましたけれども、どんな2分ぐらいでしたかね、時間でした。どんな時間でした2分間は。最高に楽しい時間でした。でもやっぱりちょっと衰えたなっていうふうにやっててすごい思いました。いい、ありがとうありがとう。そして今日は、ライバルチームになりましたが、宮澤さんもだいぶ当たり強かったですね。そうですね、絶対オフェンスファンだったと思うんですけど、どう思いますか皆さん。さあ、では本当にこれが、まあ、このユニフォームを着て、現役生活をして、このたくさんのファンで、ファンの前でプレーをする最後となりました、篠崎さんからファンにメッセージいただけますか。はい、8年間本当にたくさん応援していただいて、やばい、めちゃすいません。今日もこんな大勢のお客さんの中で前で最後にプレーできたことが本当に嬉しく思います。8年間本当にありがとうございました。ぜひ改めて大きな拍手をお願いします。 MIP に輝きました篠崎美穂選手でした。そして本日本戦に出場いたします。